こんばんは。こんばんは。ちょっと遅い時間になってしまいました。おたけさん、バラありがとうございます。今日も見に来てくれてありがとうございます。明日は服フェスだから荷造りしなきゃ。明日は服フェス絵文字リンゴカメ雷、はい、服へすっぽい絵文字をつけてみた。こんばんは。カンさん、しんちさん、ハート、かずのしんさん、おさてぃさん、さとこさん、くろさん、ハートありがとう。かめさん、ニットありがとう。しんいちさん、いっちゃんお疲れ、福ちゃんお疲れ、いっちゃんお断りです。かずのしんさん、かわいい、ありがとう。かずやさん、お疲れ。みぎたぴっぽさん、福ちゃん、しんいちさん、ケイト、さわっちょさん、ケイト、福太郎さん、お疲れ。くろさん、ロケット、スターメンさん、スタメンさん、スタメンさん、ガトーショコラさん、フレーベさん、レフトさん、ケイトありがとう。クロさんお疲れ、ニシさんお疲れ、ありがとう。アルテミスさん、トシイチさん、ハート、トシヤさん、バラ、ゼータンかわいい、ありがとう。ユツリザルさん、ハート、シュンボウさん、タカシンさん、ロストインザサマーさん、ケイト、シーサイドマルさん、ダルマ、オミカンさんお疲れ、ありがとうございます。サタン、ハート、大吉さん、かわいい、ありがとう。ああ、みんなたくさんギフトありがとうございます。水浦魂さん、アルテミスさん、釣り吉さん、アイスレモンさん、バラ、コウさん、ケイト、ミフネさん、ケイト、ああ、流れていっちゃう。思想のおろうさん、いいね。いっちゃん、レインボースター、ジンレイさん、ケイト、スカイファイルさん、ハート、ジンレイさん、お疲れ。ロスボールペアドレスさん、ペンライト、ともっちたん、ケイト、モンさん、ケイト、カジノ本店さん、ファイト、おみかわさん、かわいい、ありがとうございます。あー、ダーソクさん、ハート、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。こんばんは。明日服フェス頑張ってきます。楽しみです。明日朝配信できたらいいなって感じです。よろしくお願いします。そんなに早い朝配信ではなくて、何時、7時8時ぐらいに配信できたらなって感じでも、確定じゃなくて、朝の様子次第でしたいと思います。余裕があったらします。そうですね、まあ、天気がね、ちょっと雨だから。ハローユースさん、あかりんさんからいつも聞くグループさん。明日仕事に専念します。じゃあまた第3回とかがあった時はね、ぜひ。こんばんは。そうなの、明日特典会の時点で22時とかだから、多分ホテルに戻るのが遅くなっちゃうけんね。ね、寒いよね。絶対寒い。服装選びも慎重にしなければいけません。何を着ていこうかな。そうだよな、平日だもんね。平日ですね。クロさん、バラありがとう。中田さん、ケイト、ミキヤくん、ケイト、ひまわりサイタさん、小判、
タメンさん、コウさん、ハートありがとうございます。 SSS さん、ハート。ソラソヨカさん、マフラー。スカイファイルさん、ケイト。ネロケンさん、ハート。トモチタン、アイス。フクちゃん、マフラー。スパマンテさん、ラブレター。カズノシーさん、宅配車ありがとうございます。コバカツさん、ハート。ヨーマイクさん、ハート。トニさん、花束ありがとう。みんなありがとう。コメントもありがとう。クックさん、ケイトありがとう。そう、朝配信を、いやでも夜もなんかできそうだけどさあね、どうなんだ。もし何かあったらね、時間が押したりとかしてとか、移動中渋滞に巻き込まれてとかがあったらね、と思ってね。ノブさん、マフラー。ムさん、ハト、ありがとう。来季用に半額で買った服の出番来た。あ、確かに確かに、冬がもう一回来てくれたらいいね。安く買った服が着れちゃうよね。本当じゃん。もちはださん、ハート。しおなさん、かわいい、ありがとう。トムチタン、ロケット。しんいちさん、レインボースター、ありがとう。そう、特典会あるから、特典会初めてだからドキドキです。打ち上げなさそう打ち上げとかなさそうです。ないと思われます。ちょっとこの赤いプツプツが早くなってほしい。そう、ナインショットかな。 9人写真です。大家族みたいな写真撮れます。 A チーム、 B チーム。スケオさん、お断りです。パセリをときめかせるポーズ、なんだろう。楽しみにしてます。よろしくお願いします。週末も、あのね、昼間はここになんかニキビパッチって言って白い透明のシールを貼ってるんですよ。でもさ、人ってさ、油を発してるじゃないですか、知らぬ間に。それで剥がれてどっか行ったんだよね。どっか消えたから、体のどっかに行きました。どっか行っちゃったよ。しんいちさん、回復薬。わうわうさん、お疲れ。ここありがとう。はコンビニでアイスを買おうかな、ね、ちゃんと近くのホテルの、あ、間違った、ホテルの近くのコンビニもすでに調べたしもういろいろと、あ、ここのどこにあのコンビニが、ここにはあのコンビニがって調べたし、朝ごはん早起きして食べれそうなとこも調べたし、まあ調べても行った試しはないけどね。朝ごはんの時間にね、そんな起きて行ったこと今までないけど、一応調べてみたりはしました。うん、でも行ったこともないです寝たいからね。だってさ、23時とかはもうコンビニしか行ってないので。レネさん、お断りです。 BD マンさん、ハートありがとう。セブンの梅のおにぎり、何それ、どんなやつ、どんなやつ、どんなやつ、おにぎり。確かに朝ごはんより配信してそう。いや本当にそうだよね。とか ST メンバーってさ、 ST メンバーって本当に移動時間バレバレだよね。
みんなが一斉に配信してるから。ジャーパングさん、ケイトありがとう。あ、そう、バスツアーの申し込み、そうなんですよ、今日の12時半から、お昼12時半から追加申し込み受付中でございます。よろしくお願いします。悩んでる方ぜひね。日帰りが多い。いや、そうだよね、みんな多分察してるけど言わずに、あ、帰ってきたんだなって思ってるんだろうな。ありがとうございます。明日頑張るぜ、楽しみです。とってもとっても楽しみすぎる。坂さん、だるまありがとう。わあ、ね、ファンのみんな偉いよね。だってさ、正直わかるじゃん、いろいろ。でもさ、なんかそういう危険な行為をする人がいないっていうのは大変素晴らしい。前髪伸びましたよ、伸びたよ。明日の髪どうしよう。あ、そこの小説見たよ。瀬戸内の妹ね、恋しちゃってたね。ダースの白チョコです。食べてない。食べましたか。明日どうしようかな。ケンボウさん、ハートありがとう。ハート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 。マポスさん、ニットジャクソンさん、ハートありがとう。あ、そう、なんか福フェスの四国セット、そうです、なんか今日詳細が出ておりました。ふう、今日とっても寒いですね。ちょっと待てよ、福フェスの詳細お知らせする。あと私はイチゴも見せびらかすよ。イチゴフクフェスアカウント、フクフェス、四国4県特産品&フクフェスボリューム2限定缶バッジセット販売。セット内容、愛媛チューチューゼリー温州、間違った、温州みかん、カット。セット内容、愛媛チューチューみかん、間違った、カット。セット内容、愛媛チューチューゼリー温州みかん、香川、竹清の釜かけうどん、合ってますか、畜生ですか、竹清合ってる、あ、畜生でした、はい、カット。セット内容、愛媛チューチューゼリー温州みかん、香川畜生の釜かけうどん、高知ミレービスケット、高知パッケージ、徳島大野のりと限定缶バッジ、ランダムサイン付きだそうです。です、温州みかんは、あの秋吉さん、 HKT の秋吉さんが、あの初期の頃よくありがとう温州みかんって言ってたから、ちゃんと理解はしてたけど間違って読んじゃいました。テイク5ぐらいで読めました。こんな感じです。じゃーん、こんな感じのやつが販売されるそうです。ここにいるメンバーは四国のメンバー、四国ユニットのメンバーです。ありがとう塩みかんです。ね、頭で分かったのに読めなかった。何それ、強い子良い子の何、何それ、キャッチフレーズ、いいね、大野のり、
桃之成はよく聞く名前ですよね。あれ、あ、なんかポン。美味しそう。味ついてるやつがいい。あ、これ差し入れでいただいたことある。海苔美味しいよね。徳島の研究生ツアーの時に差し入れでいただきましたね。これは久野ソルハのペンライトカラーですね。阿部寛さん、ケイトありがとう。たけしさん、ハート。ミッチーお断りです。いいね。ぜひ四国セットもお買い求め検討ください。検討してみてください。ともちさんありがとう。ね、アフリンさんのペンライトカラー載せてくれてました。しかも私アイスの絵文字にされてて嬉しかった。ありがとうございます。私もケロケロケロッピーで返しました。ミレービスケットのメロンとイチゴ味、食べたことない。ノーマルしかない。メロンとイチゴ、どんな味なんだろう。甘酸っぱい。マポスさん、ケイト、阿部寛さん、ニット、ハラシーさん、お断りです。あ、ファンクラブ、そう、フォト更新してもらいました。更新、これでやっとヤンマガウェブ編が終わった。次は何を投稿しようかな。もうなんかね、今日この前のバレンタインイベントの動画を編集してて、あのね、なんかバレンタインイベントの時の並び配置が、なんか、家庭科室、学校の家庭科室を思い浮かべてもらって、教卓みたいなのあるじゃん。教卓の部分にマヒナさんチーム、マヒナさんとマヒナさんファンの方、教卓で、ここがパセリ、マヒナさんがいたらここがパセリで、ヤンちゃん、マイハさんみたいな、こんな感じで全7人とかでこういるからさ、どの方向を向いても誰かしらが映り込むんですよ。でメンバーならまだいいんですけど、ファンの方の顔がさらされちゃうから、そう、ぼかしをね入れてるんだけど、私も動くし、その後ろもみんな動くじゃないですか。だからぼかしたところに顔かかったりとかして一向に進まなくてね、苦戦してて、ちょっと違うやつからあげようと思います。ちょっとダメだった、難しかった。シネマティックモードで撮ればよかったけど、あのね、マネージャーさんが全メンバーの動画をねこう順番に回って撮ってくださったけど、別にファンクラブ用とかじゃなく普通に撮ってくださったんですよ。ただそのなんていうの、個人の思い出かなんかわかんないけど、記録用かなんかで撮ってくださったやつだから、そうちょっとね、また違うやつからあげたいと思います。シネマティック、そうそう、いちごお披露目タイムしようかな。みんなからショールームでもらったいちごをお披露目したいと思います。あ、誕生日でした、おめでとうございます。ケーキを50個ぐらい食べてください。ホールケーキとか食べてください。ちょっといちご持ってくる。ハッピーバースデーだね。何歳になったのかしら。確かにひなさんと同じ誕生日だ。あ、ひなさん
写真集10番、去年とかですよね、ひなさんの写真集、1年以上前の写真集よね。めっちゃ可愛いんですよね。ブンさん、マフラーありがとう。ちょっといちご持ってきます。行ってまいります。ピュン。パークは誕生日じゃないです。じゃーん、栃木日光完熟スカイベリーです。これはショールームの、ギフト何万ポイント達成でもらえますよっていうイベントの景品で、カタログギフトをいただいて、でショールームで何にするかを相談したあのいちごちゃんです。あのいちごが届きました。スカイベリーさんです。そうなの、オープン。めっちゃいいですよ。中はこんな感じ。日光完熟スカイベリー、17年もの歳月をかけて生み出した栃木県が誇るプレミアムいちご。美しい円錐型の大粒いちごスカイベリーは、栃木県の農業試験場いちご研究所が17年もかけて生み出したプレミアムいちごです。このいちごの一番の特徴は大きさで、 25g 以上の大粒の発生割合が6割を占めます。色は赤い、あ、間違った、色は濃い赤色で光沢があり、ジューシーで爽やかな甘みが口に広がります。農薬の使用を控えて有機肥料で育てた県認定の生産者のいちごをお届けします。新鮮な完熟いちごの美味しさを楽しみください。ということで、みんなにお披露目したいと思います。今から私の胃袋に入ってくれるいちごちゃんたちです。せーの、ポン。じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん。やばー、あー、もう熟してきてる。これ本当は日曜日に届いてて、お話し会で受け取れなかったので、あの郵便局さんが保管してくれていました。食べなきゃ。すごい、めっちゃ大きい。じゃんじゃじゃん。ね、おお、いい匂い。すごー、 25g 以上ってすごくないですか。嬉しい。あのね、愛媛県のみかん注文しようと思ったら、注文締め切り間に合わなくって、なんかもたついたんですよ、私注文の時に間に合わなくて過ぎちゃって。愛媛県のみかんは今度愛媛旅行に行った時に購入したいと思います。栃木県の日光スカイベリー、日光完熟スカイベリーです。イエーイ、嬉しい。食べてみる。え、でもさ、いちごってこっちから食べた方がいいっていうね。まあいいか、いただきます。うん、うん、うん、みずみずしい。さっき読んだ文章の通りです。ジューシーで爽やかな甘みが口に広がります。その通り、本当にジューシー。私が今まで食べてきたいちご
番ジューシー。なんかシャキシャキなるいちご。とても美味しいです。最高。超美味しかった。食べちゃおう。ちょっと痛みかけてるやつから先にもう熟してきちゃって早く食べなきゃっぽいので、まだ明日でもいけそうなのは朝ごはんに回して今日の夜ごはんにしたいと思います。ね、高いだろうな。すごい、私ショールームでさ、もうほぼ食費とか生活の日用品とか賄ってるようなものだからさ、ね、本当に皆さん美味しいものをありがとうございます。元気出ました。ありがとう。ちょっと食べちゃう。さっきのだけ1個だけ食べちゃう。リコちゃんとか毎月何もらってるんだろう。喜びの舞です。いや、あかりんさんとかね、確かにあかりんさんもそうだよね。ショールームいっぱいしてるもん。先月とかなんかめっちゃしてたって聞いた。10時間、1日10時間だったっけ、なんかめっちゃしたって言ってました。すごい。ちょっと歯にさ、果肉が果肉が挟まっていそう、挟まって歯茎に乗ってた。歯茎の一部とかしてました。はい、OK です。あ、これはイチゴじゃないです。これはあの肌荒れちゃんです。もったいないけど、もう食べないと熟しすぎてしまうから、大事に食べたいと思います。元気出ましたチンジクリンさん、ロケットありがとう。レインボースターもありがとう。ともちたん、レインボースターありがとう。読売巨人軍さん、ケイト、コウジさん、ケイト、コカジアさん、いっくん、ケイト、ありがとう。ゼータン、ウマ、リョウヘイさん、かわいい。ふくちゃん、いいね。クロさん、かわいい、ありがとう。ウォッカさん、ハート、ケイト。スプマンテさん、ハート、オミクンさん、ペンライト。ジンライさん、マフラー。クワトリさん、ケイト、ありがとう。ショウさん、マフラー、ありがとう。ソタロウ、なんかソタロウもね、このいちご、違ういちごゲットしたっぽいので、いちご食べ比べができるかもです。去年ロケで食べた、岡山でさ食べたマスカットが忘れられなくて、マスカット恋しい。もうちょっと時期になったらお取り寄せとかも視野に入れたいと思います。家族に送ったりとかしたい。美味しかった。あとふるさと納税も考えなきゃね。ひー、今日はパス。今日なんかしょぼんエピソードがあった。あ、そう、今日ニトリに行ったんよ。ニトリのデコホームの店舗に行ったんですけど、なんかね、おしゃれな色のくるくる回したらさ、野菜の水気が切れますよっていう機械あるじゃん、プラスチックの。あれの可愛い色味があったけん、前から気になってて買いたかったんですね。でニトリって大体箱で置いてあるよ。でもそれはラス1で箱じゃなくてもそのまま現品だったから、あ、
ラストなんだなって、多分展示品だからラストなんだなと思ってレジに持ってったら、すいませんこれサンプルなので、あのお売りすることはできませんって言われて、恥ずかしかった。サンプルでした、違う店舗の方に行っていただけたら大量にあるんですけれども、ってうちの店舗はちょっともうなくて、って他の店舗大量にあるらしくて、でもあそうなんですねって、すいませんじゃあそっちに行ってみますって言って、恥ずかしかった。そう展示品だからそうちょっと安くなったりするのかなとか思ったら全然違いました、購入できないものだった。あとね、あとは何があったかな、今日私なんかねいっぱい失敗した気がするんですよね、今日ついてないなと思ったもん、お昼午後なんかあったけど忘れたってことは多分ね大丈夫ってことだ。リキさん、マックスさん、ハートありがとうね。いいこと、今日あったいいことはイチゴが美味しかったことと、みんなが優しいこと、好きな人が優しかったピースだよ、みんなが優しかったことと、あとはあとは何ですかね、何だろう、あジャイアントコーンの黄色を2個変えたこと、最近なかったのに今日2個変えたこと、あとは今日の夜ご飯が餃子なこと、このあと餃子を食べること1年ぐらい我慢して久々の、あのこの前ショールームで見せた5月ぐらいかな、5月ぐらいに餃子フェスで食べたぶりの餃子を食べます。いや違うかも、餃子配信ぶりかも、餃子配信したぶりに餃子を食べます、嬉しい。あとは今日あったいいことは、あ確定申告が終わりました、ついについに全て訂正するとこも無事に訂正できて、イエーイ。1月から何度も何度もまとめたり整理したりしていた確定申告ついに終わりました、うわーい嬉しい、はあ、もう気が楽です。だからもう次のふるさと納税のことを考えて生きていくことにしました。去年牛タン注文して美味しかったから牛タンと、あとは何がいいと思う、気が楽になりましたよ本当に。何がいいかな、どんぐらい、どんぐらいあれ頼んでいいか未だに分かってなくて、牛タンしか注文してないからなんか分かんなくて、調べても分かんなくて、あれですよね、あの収入とかによるとかですよね、あれって、だから何と何頼みましたって言い過ぎたら収入バレちゃうやつとかだよねあれって収入はどんぐりです、どんぐりで生活賄ってるので、こんばんはどんぐり生活してます。冷凍カツオおすすめ、ほえー、こんばんは、何がおすすめ、牛タン曽太郎が去年ネギマグロ注文して夜な夜な毎日お腹すいたネギマグロを食べる生活をしてただからネギマグロもいいなって、小腹がすいたらネギマグロ。ブンさん、マフラーありがとう。カニを頼んで失敗、何失敗とかあるの、何 T
ティッシュとか、ああ日用品ね、日用品ね。こんばんは。そう、髪の毛ちょっと雨でボサボサだからあげました。長崎、確かに。待って、私また忘れてた。ショールームでもらったさ、なんかランチ、ディナー、ランチ、どっちだったっけ、ホテルのランチ行けますよカタログみたいなやつを実家にこの前持って帰ったんよ。やばいやばい、いつまで、半年以内、5月ぐらいまでに行かなきゃ。ほえー、そう、お母さんと行きます。でもお母さんにさ言ったら、もし行けなくても後ろの方のページにお取り寄せグルメもあるからそっちでもいいんじゃないって言われて。でもさ、でもさ、せっかくならそういうホテルとかでランチ食べることないから行きたいよね。マイマザーと行きます。長崎ふるさと納税。検索。うなぎが大きすぎて湯煎できなかった。どうすんの、切ってから湯煎。どうすんの、風呂どうすんの、たらい、何どうするの。浩二さん、レインボースターありがとう。長崎のふるさと納税、カステラ、カステラとかフルーツセットとか茶碗蒸し、予想の茶碗蒸し食べてみたいんよね。あ、リンガーハットとかしめ鯖、あ、これしめ鯖いいね。角煮まんじゅう、カステラアイス、なめろう、美味しそう。美味しそう。生カラスミ、カラスミ食べたことありますか。今日の僕はウソさん、ケイトありがとう。カラスミ、長崎の中華街にさ、カラスミのちゃんぽん屋さんがあるんだけど、いつも気になる。この前行列でした。PR 舞台の時はね、多分天休日かなんかで空いてなかったんだけど、この前、数日前行った時は行列だった。カラスミちゃんぽん屋さん、私もないんですよ。なんか大人って感じがする、カラスミ食べれる人。そばにかけると美味しい。そうなの、そばって万能だな。ポストさん、だるま、しんいちさん、ケイトありがとう。そばっていいよね。アーバの三毛猫さん、ハートありがとう。あ、むくむ、あ、本当むくんじゃう。それは困った。そうだよね、なんかお酒に合うものってしょっぱいの多いもん。煎じ殻とか、煎じ殻とか餃子とかキムチ、本当じゃん。ペンギンさん、ハートありがとう。確かにむくむのはちょいと困っちゃうかも。煎じ殻、煎じ殻は最近我慢するようにしてます。イカの塩辛、あ、イカの塩辛も我慢してる。なんかさ、スーパーのさ、海鮮コーナーにね、あるじゃん、塩辛とかちゃんじゃとか、はぁーって食べたいってなるけど。買ったの見てもらって二度の持ってるか聞きたい。何、お披露目してくれるの。おしめに渡す前に私にお披露目しようっていうの。なんだい、なんだろう。エジリン、ケイト、ありがとう。任せなさい。トムさん、ケイト、ありがとう。で、私さ、
クリスマスに毎年ソルハさんと予算を決めてプレゼント交換をしてるんですよ、2年連続で。去年のクリスマスプレゼントを家具をあげたのね、予算以内で家具をあげまして、なんかあのなんていうの、洋服かけるやつ、収納がないからさ、少しでもお洋服かける場所欲しいなと思って、あの家具をちゃんと予算内で調べてあげたんですけど、組み立てが必要で、あ、ハンガーラック、それかも。組み立てが必要で一生使われてないの。本当はなんかお部屋が白で統一されてるから白いやつをあげたかったけどね、白いやつはあの人気すぎて入荷待ちで2月上旬に届きますって書いてあったから、クリスマスまでに来てほしいから、もう泣く泣く違うやつを探して、まあ良さそうかなっていう木目調のやつにしたんよ。でも未だに家の壁に立てかけてあって、作る前の状態で、もう2月上旬過ぎたじゃないですか。ちょっと悔しい、私が作らなきゃいけないんだよね。ショールームで作ろうかな。ね、ラクさん、ケイト、ありがとう。ウータンバラ、ありがとう。誰か代わりにやってください。フィリップさん、ケイト、ありがとう。ちょっとね、組み立てはめんどくさいよね。やる気が起きないよね。うん。頑張ります。結構でっかいの値段の割にでっかくてなんかお得でした。あ、白く塗って、わかった、検討してみます。でも臭くならないようにしなきゃ、塗料で。え、わかる、そうなんだよ。配信でやったらやる気出るかなと思ったけど、いや配信でやったらまたなんか違いますみたいな奉行が来るかなと思ってね。マリオ2さん、ハートありがとう。白熊さん、ケイトありがとう。マイ工具があるの、私は実家広島に来る4年前に実家から持ってきたの、この実家のこれがある、ドライバーがある、値札が色あせた値札がついている。ちっちゃい頃から実家にあるやつを持ってきてるけど、いまだにバレておりません。組み立て配信なんか長時間なりそうだよね。え、工具これだけしかない、あのビューローとかないよ、なんていうの、ドライバービューみたいなやつはないです。これ話し会会場に置いておくといつの間にか完成。あ、本当作ってくれるの、運んでもくれる。あ、無理か、家割りしちゃうよね。あ、違う、なんていうの、ピュー、なんだこれ、ドリルみたいな、電動ドリル。サーヤンがタンス組み立てる配信長時間だった、ほえー、そっか。でも結構さ、そういう配信してるメンバー多いよね。ダイソーに売ってるの、すごいね、ダイソーって。え、ダイソーじゃあ見てみます、ありがとう。ダイソーね、すごいな、ダイソー産業さん。書いとこう、メモ帳に。ドリル忘れそう、ドリル、漢字ドリルとか買ってきたらごめん、間違って。眉毛かいかい、こんばんは。トゥルン、トゥルルン、トゥルトゥルン。え、穴が開くやつがドリル？え、違うの。何ドライバー？
電動ドライバー、確かにドリルって穴開く、本当じゃん。あ、ドリルせんのかい。100円ではない、まあ多めに言いましょう。ダイソーさんには課金してなんぼです。電動ドライバー、電ドラっていうの、何でも略すね、現代っ子だね。え、昔からそうやって略すんですか、もしかして。ドラえもんみたい。ドリルせんのかーい。パセリが今日ダイソーで買ったやつを見てもらおう、みんなに。パセリのダイソー購入品紹介します。ちょっと待っててください。ピュン、膝がポキポキ言って恥ずかしい。よいしょ。はい、本日の購入品紹介をしたいと思います。ではまず1個目、こちらボイスケアのど飴。これはドラッグストアで買いました。これはもうこの2ヶ月ぐらいで3袋目でございます。美味しいし、なんか乾燥が防げる気がして、龍角さんとこれを交互に食べております。あと小腹が空いた時とかにも食べてます。続きましてこちら、バーン、洗面台のゴミガードです。こちらは今日のメールでも書いていた、あの排水口のゴミを取るやつです。詳しい説明はなし。そして最後、今日の購入品、やっぱりアイドルに一番必要なものを買いました。パン、ダイソー500円、ペンライトです。ペンライト購入しました。15色変わるそうです。めっちゃ便利、安くないですか。しかも可愛いし、ハートで500円で買えたの。これは家族がライブ来てくれる時あるので、いつもねペンライト買ってくれてるんですけど、なんか何人かで来てくれる時とか、私のいとこのお姉ちゃんがちょっとね騒ぎすぎちゃう傾向にあるので、これをプレゼントしようかなと思って、これで落ち着いてこうやって見てほしいなと思って。すごい大きいです、めっちゃいいじゃん。グリーン、ライトグリーン、エメラルドグリーン、ブルー、ライトブルー、レッド、ピンク、ショッキングピンク、ライトピンク、ライトパープル、パープル、バイオレット、ホワイト、オレンジ、イエローの15色です。しかもこのペンライトでさ困る時ってさ、緑にするぞと思ってピッ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 って押しすぎて緑飛ばしちゃって、またもう一周しなきゃいけない時あるじゃん。それがならないようにこの巻き戻しボタンがついてます。めっちゃ便利じゃんこれ。しかもキーホルダーもつけれるから、首にストラップつけてもいいし、腕につけてもいいし、いいですね。使っちゃおう私もこれ。あの液体のサイリウムじゃなければライブ会場大丈夫なので、ペンライトであればぜひ。電池は、電池単4 2本です。別売りです。単4 2本で動きます。めっちゃ良い。ちょっと電池入れたいな、入れてみるかい。電池、僕タイヤの電池ねあるけど、新しいのじゃなくて何かからちょっと一時的に拝借しようかな。よいしょ、よいしょ。このこれから拝借しようかな、パセリペンライトから。いつも使ってるのはこれ、パセリの、見えますか、パセリのこの、これカラオケ配信とか実況配信で使ってるやつはこれ。はい、
3、4、お、2本入った。どんな風に光るか。のぶろうさん、ハートありがとう。しょうしょうさん、いいね、ありがとう。つけてみます。うん、うん、え、え、え、あれ、長尾へだった。結構光るやん。あ、間違った。これがライトグリーン、エメラルドグリーン、ブルー、ライトブルー、レッド、ピンク、ショッキングピンク、ライトピンク、ライトパープル、パープル、バイオレット、ホワイト、オレンジ、イエロー、緑。ほう、いいね、発色いいですね。めっちゃいいじゃん。これで STU のライブを楽しんでもらおうかな。なんかね、私のお母さん DMM 会員になってくれてるからあの、私の親戚もね DMM 会員とかなんですよ。で STU チャンネルでも会員になってくれてたりして、よくその公演のアーカイブとか見てくれるから、テレビの前とかでも画面の前でもこれで楽しんでもらおうと思います。わーい、いいねこれ。あれ、間違った。こちら500円でした。ダイソーで500円と思ったら高く感じるけどさ、普通にいい気がする。うん、でも皆さんぜひ STU のペンライトもSTU のなんかライブとかで売ってるグッズのペンライトもね、まあ、みんな持ってる人が多いと思うんですけど、私はね、あのチーム B さんのやつと HKT さんのやつとかを持ってます。あとユキリンさんのペンライトとか持ってるけど、今はね収納してます。最近はずっと収納中です。こんばんは。もう10時過ぎちゃった。今日じゃあ10時、うーん、10時、どうしよう、10時半までしますね。10時半までして終わりたいと思います。電池抜いた。電池は抜かないとね、すぐ消費されていっちゃうから。よし、収納だ。AKB 研究室の写真、撮る時間あったらいいなね。バタバタとかじゃないといいな。撮れますように。私さ、普段 STU のメンバーとも全然ツーショットとか撮らないからね、本当に写真が最近まさすぎて、メンバーとも STU のメンバーとも撮るの目標にします。レネさん、ケイト、ターボーさん、ハートありがとう。うちは光らせておけばいい。いつも光っていい感じです。見つけやすくて。ね、すごいよね。みんなさ、なんかそういう応援グッズもいろいろ考えてくださっていて。あー、待って、そう、荷造りするんだった。荷造りは僕は苦手です。
僕は荷造りをすると思うとダラダラしちゃって夜までかかってしまいます。それで睡眠時間を削る羽目になります。荷造り一覧リストみたいな、荷造りリスト、荷造りリスト作ってるんですけど、スマホで。でもね、ちょっとね、それを見てもやる気が起きない時が多くて、頑張りたいと思います。つかさん、ハットありがとう。荷造り、スマホ、スマホの充電器、イヤホン、イヤホンの充電器、モバイルバッテリー、モバイルバッテリーの充電器、あとは、あ、寝るときにつける布、喉乾燥しないようにする布、着替えたち、化粧水、乳液、メイク道具、まあ、財布は持ってかなくても大丈夫、スマホ決済とね、そういうのが普及しているおかげで財布忘れても最悪大丈夫。そう、充電器多いの私って。あ、靴下大事かも。靴下、まあ、マスク、あ、喉飴、そう、喉飴、これは持っていきません。このゴミ集めるやつはいらない。これを留守番です。あとは、あ、立ち位置をまとめた紙。どうしよう、どうしよう。あとは何がいる？メモを見たらいいだけなんだけど。あとはね、わかる、充電器忘れそうになるよね。デンドラ物騒じゃない？仕事場にアイドルが持ってくの。アイマスク、アイマスク持ってきたい。アイマスクがいっぱいあるの。マツパしてたらさ、アイマスクの熱でマツパが変な方向にこう、こっちとこっちとこう、なんかこう分かれちゃってつけれなくて、どんどん溜まっていきます。差し入れとかでもらうアイマスクがどんどん溜まっていきます。あ、酔い止め大事、酔い止め。メモに書いてるやつなんだ。加湿器持っていこうかな。でも加湿器持っていくってなったら加湿器の充電器も必要になっちゃう。ニキビ、ニキビ、あ、ニキビパッチ、ニキビパッチと、あとなんだ、メモ見ればいいんだ。じゃあみんなも参考にしてください。アイドルの持ち物リスト、スマホ充電器、モバイルバッテリー、モバイルバッテリーの充電器、イヤホン、イヤホン充電器、財布、メイク道具、手鏡、手鏡大事、ヘアアイロン、あ、いらない、ヘアアイロンいらない。ヘアアイロンはメイクさんにメイクしていただけるから明日いらない。ヘアオイル、歯ブラシ、歯磨き粉、コンタクト絶対忘れちゃダメ、マスカラ、リムーバー、アイクリーム、クレンジング、洗顔、洗顔ネット、化粧水、乳液、まつげ美容液、前髪スプレーいらない、青毛クリームもいらない、服の着替えたち、で靴下、マスク、マスクの替え、寝るときの布、サプリ、ボディクリーム、メガネ、コーム、ブラシ、薬類、帽子、ハンドクリーム、抗菌目薬、よだれを拭く用のティッシュです。はい、これは大事。新幹線で爆睡してる時ってやっぱ新幹線はこうやって寝たりこうやって寝たりとかするので、よだれがこう流れてくるんですよ、靴の横から。なのでよだれ用のティッシュ必須です。そう、すごい量なの、よだれ出ちゃうの。マスクの中でよだれが暴れちゃって、いつもだから、あの、大事です。あ、あとウェットティッシュですね。ちょっといらなさそうなの、折りたたみ傘いらないけど
いらないけどコンビニでご飯買いたいときどうしてもいるかな。いらないか。薬、うーん、あと、うーん、まあこんな感じですか、ね、いやコンタクト大事だよね。メイク道具とかはさ、メイクさんに貸していただいたら顔はできるけど、コンタクト忘れたら結構大事だよね。よし、寝るとき口閉じてるんですけど、新幹線のときはなんか体勢的になのかわかんないけど開いてます。寝るとき普通に横になってお布団で眠るときは閉じてる。写真とか見ても勝手にソラハさんが撮ってきたりするんですけど、そういう時は閉じてるんですよ。でバスとか移動の車の中でも閉じてるの。でもなぜか新幹線だけは長時間だからかな、開いちゃってよだれが。それで起きる。あーなんか垂れてきてって起きて垂れてきちゃうんだよね。そうネックピローはね向いてなかったです。ネックピローなんか居心地悪くて結局荷物増えただけだった。 KY さんハートありがとう。リレンさんハート。青さんマフラー。福ちゃんファイトありがとう。ノクさん、カズキさん、レネさん、ケイトありがとう。え、嘘、普通垂れないの？そうなの？福フェス、上手下手平等どっちでもパセ見れます。満遍なくって感じでした。でも初めは下手側にいるかもです。だけどあーでもどうだ、うん、うん、でもどっちも行くんだよねどっちも行きます。結構どっちもおりますので安心してください。やばい、上手側が取れなかったとか思っても全然下手でも見れちゃう。山さんマフラー。ペンギンさんケイトありがとう。広島から東京までずっと寝てたことあるかも。あでもうーん途中で起きちゃうかもしれない。広島から寝るときはだいたい大阪とか名古屋とかで起きます。で岡山ぐらいから寝るときは新横浜ぐらいで起きます。で絶対に私毎回新横浜で酔うの新幹線あ気持ち悪いと思って酔っちゃうんですよね。帰りは品川新横浜あたりから寝て岡山ぐらいで起きたりとかそんな感じで結構途中で起きちゃう。パッて目が覚めちゃう、よだれが出ちゃってよだれで起きちゃう。で一旦マスク取ってティッシュで拭いてこうやってやってるからちょっとね恥ずかしいんですよね、近くに人がいると。うん結構寝ます。なんで寝るかっていうと私大体 C 席とかだからスマホ触りすぎると充電なくなっちゃうので、なるべくスマホ触らないようにするために寝たり、あと酔っちゃうから酔わないように寝てます。うん。黒さんマフラー。ヒロタールさんケイト。キングさんハートありがとう。そんな感じです、私の新幹線ライフ。なんか YouTube で保存とかしといた方がいいかな、電波がなくても見れるように。なんだっけ、なんて言うっけあれ、オフライン、オフラインのなんかしとこうかな、長時間のやつとかね、アマプラとかで。ストーチのミニマロンさんかわいい、ありがとう。プレミアム入ってるよ YouTube。入りましたよついに。なんかねレッスン中とかに振り動画を見ながらとかやるときに、レッスン動画って後ろからレッスン上のこういう後ろの壁にカメラを設置して後ろから撮ってるから細かい手の振りが見えないんですよ、肩とかで隠れて。そういうときに YouTube でね
MV とか見たりダンスバージョン見たりして、あとクリエイトボーイさんとかの動画を見たりするんですけど、そういう時にさ、あの急ぎたいのに休憩時間とかにパッて急いでみたいなのに広告が入ってくるじゃん、30秒ぐらい。そのね、なんか時間を短縮したくてついにプレミアム会員になりました。すごいいいよ、あの悩んでる方がいたらぜひって感じ。本当に便利になりました。ちょっとしたストレスが軽減される。うん、なんかさ、早送りできないやつとかをさ、こう動画開いて動画一回閉じて違うやつ開いて動画みたいな結局しちゃって時間かかるじゃないですか。結局あの時1個目の動画見とけばもうそろそろ見れたのにってなってなっちゃったから。いや、分かる。アンケートもスキップしちゃう。そうなんだよね、お高いんだよね。そうなんですよ。でもあのもっといいことあって、バックグラウンド再生みたいな、 音声だけ聞いたりとか、新幹線移動中とかロケバス移動中に動画見ちゃうと酔っちゃうけど、字幕とかで音声だけでなんか好きな YouTuber の方の旅してる音声だけ聞いてこう寝落ちしたりとか、そういうのに向いててよかった。やっぱ移動が多いからかもしんない、それは。もしかしたら。おみかんさん、ハートありがとう。 AKB さん、あ、福江さんのお話してくれてた、ありがたい、嬉しいですね。この前ね、この前どこで泊まりだった、なんかの時にさ、東京で泊まりの時見ました、波動のリアタイしました。見たな、誰が出演されてたかな。え、私最近なんか泊まる時あったっけ、先月とか見ました、先月先々月なんかあったっけ、あ、ジャパンアイドルフェスティバルの時かな、カラオケ招き猫ジャパンアイドルフェスティバルの時かなんか、1月中旬ぐらいの時にかな、ちょうどね東京のホテルでやってて見た。AKB さん新公演、え、明日？明日なの？え、そうなの？ウォークマン懐かしい、私もウォークマンで聞いてた。あの長崎から名古屋まで SKE さんのオーディション受けに行く時もウォークマンで聞いて、あのなんか夜景、窓から夜景見ながら黄昏てた。これで受かったらいいなと思いながら黄昏たりしてました。帰り道はあ落ちたなって思いながら帰ってました。私のウォークマン壊れたんですよ、使えなくなっちゃって、いっぱい AKB さんの曲とかさ入れとったのに、いろんなアイドルさんの曲入れとったけど壊れちゃって、広島に来る直前ぐらいにもう使えなくなっちゃったから、中学生ぐらいから使えてました。ウォークマンもいろんな世代あるよね。ウォークマン、私はね、どんなやつだったかな。ウォークマンはね、私が持ってたウォークマンは緑でした。あ、これだ、あ、違うかも、これ、あ、ねえねえ、これが出た、404のやつ、ページが存在しない時のやつ出されちゃった。あ、これだ、NWS760 シリーズ、のグリーンでした。あ、これ。私これ使ってました。
これはお父さんに買ってもらったんですよ、電気屋さんで。なんかね、 iPod が流行ってて、で、あのバスケ部の子たちとかがみんな iPod 使っとったんよ。で、私も音楽とか、あの AKB さん以外の音楽にもついていかなきゃと思ってね、話に全然ついていけなかったの、私流行りの曲知らなすぎて。だから少しでも覚えようと思って、あのレンタルショップとかのさ、ランキングからアルバム借りたりして、こういうの入れたりしててね。 iPod 欲しいって言って買ってもらったのがウォークマンだった。え、なんかね、あのね、 iPod にはできてウォークマンにできない機能とかがめっちゃあって、めっちゃ多くて、なんかね、ちょっと疎外感感じてたんですよね、当時。何かができて何かができないよね。そう、 iPod に憧れてました。だから私キャンディーの曲聴いても、あ、 iPod だってなる。わかる、キャンディ、 AKB さんのキャンディーって曲でさ、出てくるじゃん、歌詞に。何が違ったかな、違い。え、お時間、本当だ、本当じゃん、お時間ですね。懐かしい話盛り上がりそうだったところでお時間来てしまいました。何が違ったんだろう。なんかね、すっごいね、私はウォークマンが思ってるっていうのをすごい気にしてた時期がありましたね。荷造り頑張ります。ごめん、声大きかったよね。頑張ります、荷造り。皆さんありがとう、優しくしてくれて。優しかったピース、みんなピースだった、ありがとう、本当にありがとうございました。ちょっと今日夜配信お休みするかなったけど、してよかったです、みんなありがとうございました。楽しんでくる明日、あかりんさんと仲間たち、愉快な仲間たちです。福田あかりと愉快な仲間たちのステージです。よろしくお願いします。みんなありがとうございました。では壇上に参りますよ、いきます。13位、コウジさん。12位、陣内さん。11位、クワドリさん。10位、おみかんさん。9位、ともっちたん。8位、トニーさん。7位、カメさん。6位いっちゃん。5位しんいちさん。4位阿部寛さん。3位マポスさん。洋服迷い中、緑で。2位ふくちゃん。1位かずのしんさん、ありがとうございます。洋服に迷ったらもう緑で着たら間違いない。頭の先から足の爪の先まで、かかとまで緑でお願いします。あの生誕祭で緑が好きではないと暴露されてしまってからですね、今まで緑着てきてごめんねって言われることが増えたんですけど、あのそういうわけではなくて、それとこれとは話は別でして、あのみんなが緑着てるのをどうこう言うつもりはないので、本当にあのね、安心して着てください。みんなは明日頑張ってきます。おやすみなさい。ありがとうございました。